ゆらりです。ひなです。ゆかです。ゆめかです。アリアです。ピンクラテティーウィーン始まるよ。イエーイ。今私たちこんな机ボンって置かれて何やるのか言えないんですよ。ピティさん何か持ってます？今日の企画を発表します。はい、抜き打ちテストです。イエーイ。配信だ。今日は国語と算数の2つのテストの合計点を競って。おお、はい、何レベルですか？小学校5年生の問題です。もういらないよ。ピノさんの先生に見えてきた。え、どっちからですか？どっちからやっても OK。 それも自分の作戦の中に入れてください。今から問題を解いていきます。15分以内で。はい、カンニングは禁止ですよ。そうなんでね、はい、もしカンニングしてたら皆さんコメント欄に書いてくださいね。もういきますよ。はい、よーい、スタート。お願いします。お願いします。ゆらり、ひめか、アリアは漢字から、エコユナは算数からやった。なんか意味があんま出ない。え、これ5年生でこんな難しい字習ったの？漢字止め、跳ね、払いも見ますんで。厳しい。え、こうやって名前も書きます？名前も点数に入ります。え、筆算、名前書かなきゃ0点ってやつ。名前書かなきゃ0点ね。やだ。これだけ出てこない。おろろ、やばい。中3のことやばい。あ、でもこそれ以外は絶対合ってる自信はあるんですよ。3、2、1。いや、違う違う違う。もう、はい、終わりました。私ね、多分1位だと思う。すみません、私いきなり意外に自信満々。ジュライさん、はい、19問中17点。おお、2問間違い。ユナさん、19問中15点。おお。石山彩子さん、はい、19問中17点。おお、むしや。ゆりかさん、19問中15点。アリアさん、19問中7点。算数、16問中16点。おー、え、全問正解。全問正解です。ゆなさん、16問中13点。えこさん、16問中15点。ゆかさん、16問中16点。おっしゃー。あみなさん、16問中16点。おー、はい、発表します。はい、成績3位、ひめかさん。あー、第2位、エコさん。第4位、ユナさん。第5位、アリアさん。そして第1位はユナリでした。有限でした。2位にはなりたかったな。次はイングリッシュでお願いします。以上で抜き打ちテスト終わりです。ご褒美に1位のユラレットピーティーで発表会見に行きます。行くの？その間の4人で行くから。皆さん勉強はちゃんとしましょう。私が言えることじゃないけど。もしこのチャンネルがいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知オン、よろしくお願いします。バイバーイ。